はい、というわけで皆さん、続きやっていきたいと思います。今回はワイヤーヘチマールというキャラクターのステージなんですよ。ここがやっぱり一番やりやすいかなというところで始めてますが、この時点でね、結構このダッシュのアクションとジャンプの組み合わせのアクションができてないとクリア難しいゲームです。とりあえず、まずは探索あんまりせずにどんどんクリアしていきたいと思いますと。よいしょ、おっと、危ない危ない。危ない。あー、食らっちゃった、結局。でね、結構ね、見るとね、スーパープレイやってる人多いですよね。おっと、危ない。挟まる、挟まる。で、スーパープレイまではさすがにできないんですけど、できる限りは、思いっきり頑張るというか、まあ、いろんなことやってみたいなーと。で、ここがね、この辺が、晴れとか曇りとかで、よいしょ、敵が出てくるのが違ってくるというんですね。ギミックがあります、このステージは。おーっと、晴れの時はなんかサボテンみたいな速さの落としてきて、雨の時はなんか雷落とすやつを落としてくるんだよね。まあ結構慣れてないとそこら辺が厳しいステージだったりします。んで、ここはこういう風に回って、これ倒して、これがね、また攻撃力高い敵なんですけど、こうやって、あー、飛び越せない。嘘だー、これ飛び越せないの？まあいいや、とりあえずボスへ到着しましたーと。ここは多分一番何にも強化してない状態で戦いやすいボスだとは思うんですよね。さあ、とりあえず倒しちゃいましょうっていうね。よいしょ。まあ変なの飛ばしてくるけど、これ意外と避けやすいので、よいしょ。あれ？あれ？やっちゃった。無駄なダメージを。おいしょっと。で、実は X2 はバグなのか仕様なのわかんないけど、このダッシュしながらの今の簡単な射撃でダメージが大きくなるというね、まさかの要素ありまして、それ分かっちゃってると結構簡単にクリアできちゃうゲームなのかもしんない。これ、あーと、もうそれが見せらんない。で、おっと、あー、これやばいかも。体力5しかないじゃん。で、X シリーズの X2 からはボスに弱点武器当てると結構リアクションとか取ってくれるので、そこら辺までは動画にしたいなーと思ってます。よいしょ。で、これ落とす。あー、また雷だよ。ちょっと体力相手3だけど、こっちも、やばいなーと。よし、これで決まり。と、まあ、ちょっとね、思ったよりダメージ食らっちゃったんですけど、まあ、これ割と戦いやすいボスだと思います。まあ、もし、興味ある方は、ここから始めると楽でしょうと。ステージがね、ダッシュジャンプができないと、ちょっと厳しいんですけどね。そしてシャキーンと。で、ロックマンシリーズはこうやって毎回どんな武器が手に入ったかっていうのが見れます。ストライクチェーンという鎖を伸ばす武器が手に入りました。じゃあセーブはしっかりしておきましょう。